な感じですね。イエーイ、ありがとう。あ、間違えた。テロップ書きます。2020年最後、前が最後やと思っとったけどさ、今日も抱負ってそんな感じなんや。あ、ちょっと違うかった。ああ、思い出した。わーい。じゃあもうちょっと経ったら2020年最後のキャッチフレーズを言いたいと思います。ウネットポンズですか。じゃあいきますよ。ウネットドーンってドーンっていうところ、これがいきなり倒れた。あれいちゃんのとこから来た。さっきコメントしてたね。ほんとそうそうそう、そうなんですよ。そう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 、気づいてもらえへんかったけど、そう見てました。そうギリギリまで見てて、いつの間にか1分過ぎててびっくりしました。そうなんですよね。あーね、こんな感じか。え、めっちゃ静電気がやばい今。え、見て風吹いてる、怖っ。暖房やな。わいねーね、見たよ。本当ですか、ありがとうございます。24時間のうちでもう朝早起きして頑張りましたね。頑張りました。そうなんですよね。実際作るのは2時間弱ぐらいですね。3時間もいかんかったみたいなです。でそうなんですよね。じゃあフライング明けましておめでとう。明けようね皆さん、明けましておめでとうございます。ちょっと早いけどマジフライング、ほんまに。そう、ジオンモールお正月何日から開店？え、何日やろ、全然まだ決まってなくて、はい、けど1月1日はできひんくて、2、3ぐらいでできたらやりたいなと思ってるけど、できんかったらごめんなさいって感じです。はい、けどね、できるかわかんないですね。また期待しないでくださいね。兄さんできるかなと思う。そう、ジオンできたらやりますね絶対。あのジオングどうなったの。今はね、あの前24時間の時に後ろに飾ってありました。なんでどうやろう、また崩してまた箱に入れられてるかも分からんけど。髪の毛自分で巻いたの。髪の毛ですか。自分で巻けないんですよ。お兄ちゃんさんに会ってもらいました。そう、巻いてから時間経ったからめっちゃ取れてきてるけど、VTR からの本人登場でビビった、ほんまに。そう、あれ VTR で、そう、そっからちょっと、まあ、ウネットコーナーのマジで最後らへんでもう登場しましたね。神のジオン登場ということで。そうなんですよね。こんばんは。みゆきパイセンパーツ全部バランス。みゆき先輩面白かったですね、めっちゃ。コバンありがとう。いや、お年玉、あ、お年玉ありがとう。コバン1000万円って書いてるやつのコバンのギフトありがとう。お年玉くれてありがとう、西井さん。ありがとう。服かわいい、本当ですか。なんかね、下のズボンがな、革のショートパンツみたいなんで、そう
めっちゃ可愛いんですよ。また今日全身載せれたらのばめの方で載せますね。そう、載せます。のばめの方でブログではこのこれを載せます。じゃあちょっと時間が経ったのでね、キャッチフレーズを、あ、まだこれは最後にする、また終わり際にもう一回しますね、最後の。では、いきますね。今からキャッチフレーズします。と、私が音が聞こえるよって言ったら、その後にジョーンって言ってください。皆さん、画面の前でもジョーンって言ってくださいね。そしてコメントでもジョーンってたくさん書いてね。お願いします。いきますよ。ほら、神様の音が聞こえるよ。ジョーン。ジオンの国にいらっしゃい。兵庫県出身、中学1年生、13歳、ジオンこと亀のジオンです。よろしくお願いします。今年最後のラスト配信、2020年ラスト配信なので、よかったら最後まで見てってください。お願いします。あ、たくさんジオンってありがとうパチパチパチってありがとう。あ、じゃあパチ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 999 ありがとう亀野です。亀野ってありがとう。はい、っていうことで皆さん、ジオンの国の住民さんになってくださいね。そしてジオンモールもまたジオンの国の住民さんになって、ジオンの国にあるジオンモールに遊びに来てくださいね。イエーイ。ジオンモール、なにこれすごい。皆さん、よかったらどこ行ったやろ。ジオンのサインはこんな感じです。よかったらまたジオンのサインもゲットしてみてくださいね。はい、じゃあ自己紹介っていうんですか、をしたいと思います。名前は神のジオンです。ジオンって呼んでください。そしてニックネームはジオンです。年代は中学1年生の13歳です。いちごが大好きです。イエーイ。そしてペンライトカラーは紫と水色です。イエーイ。で、好きな言葉は○○ならできるです。はい、○○ならできる、ジオンならできる、頑張ります。あ、ありがとう。何これ、なんか お餅みたいなやつの。メトナナパーさん、ありがとう。ミッチーさんもなんかちょうちんみたいな、いつもありがとう。そしてユウとしおもありがとう、ありがとう。カフーさんもあのお餅みたいなやつくれてる、ありがとう。今日はちゃんと全部読んでいきますね、それを。ありがとう。良いお年を迎えてね。ありがとう。良いお年を迎えてね、皆さんも。ありがとう。それでは2020年を漢字一文字で表すと、今から書いていきます。2020年を漢字一文字で表すと、難しいな。マッチュンさん、ハッピーニューイヤー、ありがとう、ありがとう。2020年は漢字一文字で表すと、どうしようかな。2020年を漢字一文字で表すと、かなちゃん、あ、危なっ。かなちゃんさん、ハートのギフトありがとうございます。ありがとう。2つあるんやけど、どうしよう。
京さん、あのお餅みたいなやつ、ありがとう、お雑煮っていうんかな、分からんけど、ありがとう、ありがとう。どうしようかな、2つあるんやけど、どうしよう、どっちにしよう。ルームフォローしました、ありがとう。皆さんもよかったらルームフォローもお願いします、お願いします。何にしようかな、どうしたらいいと思う。一つにしてもろて、一つにしてもろて、一つにしますG のさん、良いお年を、のぎゆと、ありがとう、ありがとう。皆さんも良いお年を。ちゅんちゃん、こんばんは、久しぶりに来れたよって、ありがとう、ありがとう、来てくれてありがとう。兄弟もしかいないです、一人っ子です。あ、じゃあ一つを書いて、一つは口で言うな。皆さんも予想してみてくださいね、予想、コメントでたくさん予想を書いてくださいカズさん、かぼちゃのカズさんさん、だるまのギフトありがとう。ミクさんもハートのギフトありがとう、ありがとう。じゃあ書きますね。どうしよう もうカスカスになってた、いつの間にか。です、もう、はい。あー、無糖のパーサンダルマのギフトありがとう。そして末広さん、お雑煮みたいなお餅みたいなやつのギフトありがとう。そしてハートの、ハートが3つ並んでるやつもありがとう。のりさん、ありがとう、あのお雑煮みたいなやつ。そして音符のギフト、ジーナさん、ありがとう、ありがとう。今日は全部もうくださったやつ全部読んでいくので、ニッシーさん、花束のやつありがとう。この花束のやつ、ジオンもよく投げてるでは、いきますね。では、じゃじゃん。2020年は漢字一文字で表すと7です。イエーイ、7です。なぜかと言いますと、まずは中学生に入学して、7組っていうことで、7組で、そして出席番号7番なんですよ。7組7番。そして NNB48 7期生に入ってきて、全部もう7がついてもラッキーセブンということで、もう7にしました。でラッキーセブン、もうラッキーなこともたくさんあったので、はい、7です。イエーイ。皆さん7っていうコメントも多くてよかったです。7組の7番ってなかなかやな、あんまり。ジオもな、入学式のさ、なんかクラス表みたいなのもらった時めっちゃびっくりしたもん。7組の7番ラッキーやんとか思って、しかも7期生に入るってさ、まだその時は思ってなかったから、めっちゃもう最高ですね。もうラッキーセブンということでお、小学7年生、確かに小学生で考えたら小学7年生でちょうど7、もう7にご縁があるということで、イエイって感じですイエイ。スクショタイム終了ですね。もう皆さん、皆さんはじゃあ漢字、2020年を漢字一文字で表すと何ですか。皆さんはどうですか。皆さん、皆さんは2020年を漢字一文字で表すと、そう、
最初は、あいいや密愛神、密もあるやん、密集密接密閉みたいな、密閉なんかあったっけ、めっちゃ今適当に密閉って言ってもらったけど密ね、密愛神恩虹暇瓶神なんのた、たい、たい、たい、耐えるの耐え、た、同じ7、なんていうもんこれ、あの竹かむりに竜って書くやつの、たく、とら、もうたくさんあるな、皆さん、かい、あうっていう感じ、もう皆さんたくさんある、何か驚きの驚驚、そんな感じかな、みんな、リン、車輪のリン、カゴって読むんや、カゴ、ありがとう教えてくれて、うん、これなんて読む、もっと難しいやつ来たな、何これ、春って書いて虫二つみたいなやつと、鹿、なんでやろ、すごい、なんか、あこれは確かにって思うやつもあるけど、なんでやろうっていうのもあってびっくりです、まあ皆さんそれぞれで、すごい、うごめく、すごいうごめくって思うの、え、すごい、だそうですねです、皆さんありがとう教えてくれて、佐藤氏ちょうちんみたいなやつのギフトありがとう、ありがとう、変化の変、感謝の謝、先、先がけ、先がけ、もうたくさんや、皆さん教えてくれてありがとう、さとし、なんかね、お雑煮みたいなやつありがとう、これ褒めてないやろな、お雑煮、 おしるこみたいなやつのやつありがとう、うなぎ、うなぎはすごい、うなぎ、どうやって書くんや、おお書けた、年越しそばなんやこれ、そば、そばっていう、そばありがとうそばありがとう、おそばのギフトありがとう、では次は続いていきますね、皆さん教えてくれてありがとうございます、では続いては2021年の抱負はを書いていきたいと思います、皆さんよかったらコメント欄でジオンの2021年の抱負っていう感じは許してくださいね、皆さん抱負を当ててみてください、当ててみてね皆さんコメント欄で、では何にしようかな、2つあるんやけど、これも2つあるな、どうしよう、どうしようかな、どっちにしよう、あー難しい、ミッシーさん花たまめのギフトありがとう、そしてのりさんありがとう、そばそばありがとう、選抜入りびっくりびっくり、書き初めをしたしましたしました、飛びっていう羽、あ羽って言ってもさ、飛びっていう感じ、小学選抜入りいい子にするよ、おーおーおー、ジオンがいい子じゃないみたいな感じで言うやん、うん、で昇格が多いな、昇格昇格、抱負は2つあってもいい、え、じゃあ2つ書くな、2つ書きますね、トン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 、チョン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 、へへ、では2つかけますね、1つはかけた、近いところで昇格、センター、ジオン国民を増やす、それな、国民を増やしたい、選抜司法、でもまた難しい感じいっぱいけど、司法書士試験合格なんて読むんこれ、読み方が分からへん、
公園のポチ全制覇、制覇したい。一般的には昇格選抜になるのかな、したい。話し会の部数を増やしたい、増やせるように頑張ります。2年7組になる。おお、頑張ります。いい子です、いい子に、いい子、おーおーいい子じゃないみたいじゃん。えらい、えらいを書くの、えらくなります。世界平和、確かに世界平和大事。こんばんは、こんばんは。赤点を取る、赤点取ったことないです。 V テストで100点を取る、あーそれはもう頑張ります、頑張ります。チュッパチュッパ、確かにこれまだまだ残ってるんですよ。皆さん見ますか、今日は机があるから全然ほら、まだまだチュッパチュッパするんですよ。ところどころな、この辺とかくじ引きで取ってあるないけど、チュッパチャップス食べきりますか、頑張って。今年中に食べきれるかな、めっちゃ大変。いとことかにもあげますもん、これはちょっとずつ拡散、確かに拡散したい、皆さんに知ってもらいたいです。謙虚の謙、富士山NM48 の魂、ミクさん、お花のギフトありがとう。勉強も頑張る、頑張ります。24時間テレビでジオングのコスプレ、おーコスプレしますか、なんかこんなポーズ、あーみたいな。増えてはない、増えてない、減ってないよ、ほんまに減ってない。ミクさん、良いお年をのギフトありがとう。福袋買ってくれた、ありがとう。チャパチャパス、ジオンの分、ジオンの福袋に入れちゃう、もうそうやな、もうジオンの福袋にもう全部入れちゃうか、これ2個ずつ。お日様ちょうちんみたいな人ありがとう。あれどこ行った、先輩と仲良しにな、仲良しになる、頑張ります、なりたいね。こんばんは、としひでさん、良いお年をのギフトありがとう。ノエルさん、良いお年をのギフトありがとう。ニッシーさん、めっちゃ可愛いのギフトありがとう。じゃあもう一個書きたいね、書きます。なんか二文字っていうか二言っていうの、なんかこれとこれ、これとこれみたいなやつですね。カイエネルフォーティー、ただいまもう NNB48 の先輩とかがね、今だんだん卒業していっちゃってるんで、もう引き継げるように頑張ります、全力で頑張ります。ではいきますよ。じゃあ2021年の抱負は努力と挑戦です。イエーイ、皆さん当たりましたか、当たってない方の方が多いかもしれない、てか当たってないかな、みんな努力と挑戦です。絶対に努力をして何事にも挑戦できるようになります、てかします。抱負っていう感じを許して、抱負っていう感じを許して、頑張ります、努力して何事にも挑戦をします、そしてアーヤンさんみたいになりますです。いつもしてるやん、それはそう、いつも努力してますよ、ちゃんと。はい、こんな感じです、いきます、5、4、うん、うん、イエイ、こんな感じです。その方法は部屋に貼っとくか、もう部屋てかもうあのもう玄関入ったところのすぐに貼っとこうかな、あそれかもう玄関のドア の内側の方に貼っとくか、あの出るときにこれを見て、あ頑張ろうみたいな。アイが目標なのね、そうなんですよ、アイアンさん、もう憧れの先輩ね、でも大好きな先輩です。まずはから空手か、あー空手は難しい、あの柔軟めっちゃ硬いんで、ちょっとあ空手は許してください、皆さん空手は許してください、ほんまに空手はしんどい、ほんまに抱負の方の字が地味表に違う、それは許して、それは許してください。盆栽か、盆栽ね、盆栽できるかな、センスあるかな、あるかな、
玄関の外側もうしんどい玄関もけど風最近強いからもう風で吹っ飛んじゃう。それでさとあの道とかに落ちててさ通りすがりの人がさえこれ何やろみたいなさ変な目で見られたらどうするん。うん、マッチョンさんハートのギフトありがとう。ナイルさん尊いのギフトありがとう。ありがとう。ですね、皆さんのじゃあ逆に皆さんの2021年の抱負はありますか。皆さん2020あまだ6時半かびっくりした。もう7時半になったんかと思った。あ今日は7時半までです。19時30分までなのでよかったら19時半まで見ててくださいね。1回でも多く公演を入る、うん、たくさん入ってらっしゃってるけどねもう皆さんに入ってほしいですね。絶対1回でもね皆さん絶対に見に来てくださいね。ウィルビアイド公演、うん、生きる生きる確かにもう皆さん一緒に頑張っていきましょうコロナに負けるな。ほんまにコロナに負けたらあかんね皆さん。日々を生きる日々を生きましょう。皆さん公演当てたいです。公演当ててほしいです。僕も挑戦かな。本当ですか。何か挑戦することがあるんですか。うん、323お323どういうことや。あ3233ってことかな。週の5時かな。健康しかマジで健康しか。皆さん健康でずっと健康に行きましょう。劇場当たりたい。劇場来てほしいです皆さん。頑張って当ててください。じゃあ開けたらおめでとう。開けたらおめでとう。来年もよろしくね。開けたらおめでとうございます。来年もお願いします。開けたらおめでとう。でも開けおめよな。開けおめ来よろー何語ウィルビアンジュ公園に入る。ウィルビアンジュ公園見に来てください。豚まんがあるとき豚まんがあるときあはないとき、もういつサッカーの試合で勝つこと。サッカーの試合頑張ってください。勝ってくださいね。用語守る意味の用おすごい。すごい。落ち着いたら大阪来たい。違う県なんですか。落ち着いたら大阪来てくださいね。遠い方もおるかと思うんですけどよかったらいつかまたコロナが収まったら来てくださいね。大阪もねいいところとかたくさんあるし、もちろん兵庫県もあるんでね。兵庫県もね来よろ。一文字じゃなくてもいいのかうっかりそうアイアンに期待してた NB の未来をジオンに託してもいいですか。もうアイアンさんみたいになれる、アイアンさんのような人になれるようにもう頑張ります。頑張って頑張って頑張りまくります。ん頑張り続け頑張りまくります。はい頑張ります。もうぜひもう託してください。もうジオもほんまに頑張ります。あやさんみたいになります。絶対にいつか。はいルドンさんお年玉ありがとうミッチーさん良いお年をのギフトありがとう。ジオンちゃんのエンドロールを見る。エンドロールね、うん、めっちゃ難しかったです。よかったら見てください。ウィルビアイドル公演最前列で見て、最前列で見てほしいのけど奥までな人あの顔見えてるからな。ジオンはね全然ちゃんと奥の方まで見ることを意識してやってるんだ。奥の方でもいいんで当たったらね、よかったら来てくださいね。年越しの瞬間ジャンプする目標、もう皆さん一緒にジャンプしましょうね。絶対あの23時59分50秒から一緒にせーの10 9 8 7 6 5 4 3 2 0バーンやから
皆さん一緒に頑張りましょう。もうちょっとコロナが落ち着かないといけないな。キメンピエンピエン。兵庫県行ったことないから行きたいな。もうぜひぜひぜひ兵庫県来たらね、もうどっかにいるかもしれないんで、ジオンが来年はたくさんジオンに会いたい。ジオンに会いに来てくださいね。身長を伸ばす。ジオンも身長伸ばしたい。皆さんに追い越せるように頑張ります。身長伸ばす、頑張ってください。伸びるかな頑張って。ジオンモール、ジオンモール、ジオンちゃんならできる、ジオンならできる、頑張ります。ジーナさんハートのギフトありがとう。看護師さんも人を助けるけど、アイドルもめっちゃ僕らを救ってくれてるよ。本当ですか。もうジオンも皆さんを救えるように頑張りますね。明けと明け何やら、明けなんちゃらと夜は同級生とかに使えますか。明けおめこと夜か、明けおめこ、おめこ、おめこってさ、なんか NG ワードなのかな。おめこ、明けおめこと夜は同級生めっちゃ使うね。こんばんは。山本彩香プロデュース公演あったらどうする。もう絶対出たいですよ絶対出たいですね。もうプロデュースされたいですもうそれぐらい出れるように頑張ります。入るか分からんけどな。あったらな、めっちゃいいな。てか卒業コンサートあってほしい。卒コン、卒業公演は彩香さんが、彩香さんを最後にじっくりと目に焼き付けてもう見ますお日様、ゆえやとしおのギフトありがとう。ではよよとしお、え、よよとしお、ありがとう。もうお仕事かな、頑張ってお仕事。明けおめこと夜、明けおめこと夜使いますよ。めっちゃ向上心のあるジオンちゃん応援したくなっちゃう。本当ですか。もう応援してくださいね皆さん、応援よろしくお願いしますはるきさん、バラのギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。好き嫌いをなくす。ジオンも好き嫌いめっちゃあるからさ、ジオンもなくせるようにお互い頑張りましょう。あのなんか VTR のさ、ジオングのやつで、あの嫌いな食べ物はって聞かれてめっちゃ答えてたからほんまに。そのな、その時ちょうどジオンのがあのその場所に到着してからメイク中だったんですよ。けどその VTR がめっちゃ大きな音で流れてて、こっちも控え室まで聞こえてるんですよ。でメイク中にちょうど目の前がコジリンさんでカリンさんで、なんかクリンさんが、あ、ちょうどその嫌いなものがあのか、あの言ってるところ時をあのところを聞いてて、カリンさんがいや嫌いのも多いなってめっちゃ突っ込まれてほんまにそれぐらい多かったですねマジで。実際トマト、ピーマン、キノコ類、ね、ゴーヤー、なんて答えてたっけ。じゃあピクルス、何だっけな、めっちゃ答えてたけど。1月16日お話しして、お話ししましょう皆さん。お話し会もあるのでね。次は1月9日10日で、その次16、17ですね。土日、土日ということでよかったら来てくれるよって方たくさん話ししましょう。
土日に七木公演してください。土日な、今までって土日であったっけ公演。ほぼ平日よな。平日なんか来れへん方とかもさ、仕事やったりとかしてな、多いもんな。うん、珍しい名前だね。ありがとうございます。亀のジオンです。よろしくお願いします。ジオン亀のさん、そうジオン亀のです。亀のジオンです。よかったら覚えてくださいね。応援よろしくお願いします。マッチュンさん、お年玉ありがとう。そしてのりさん、そばありがとう。そのそばってちゃんと呼んでるあたり、そばありがとう、そばありがとう。ピクルスって味する？え、マジでする。あのハンバーガーとかでさ、たまに間に入ってるやん、あんって食べたらさ、あのあんって食べたら、あのピクルスの味めっちゃして、あーってなるもん。ピーマンだけは無理。ピーマン、マジ同じく野菜が苦手かな。野菜苦手。こんばんジークちゃん、こんばんジーク、こんばんはこんばんは、お久しぶりです。大人になると美味しく感じるようになるよ。なんかなんでやろなっていつも思う。大人になるにつれてなんでさ美味しく感じるんやろみたいな、なんかよく思いますよく思います。ジョンちゃんこんばんは、こんばんは、ありがとう来てくれて。間違えた。お話し会9日からよろしく、よろしくお願いします。ありがとう。ジョン専用キュベレイ作りたい。キュベレイとは、ハッシュタグキレベイとはキュベレイ、キュベレイ、ハッシュタグキュベレイとは、はい。佐藤新ハートのギフトたくさんありがとう。はるきさん、そばありがとう、おそばありがとう。こんばんは、でこんばんは、こんばんは。味忘れた頃に食べるといけるパターンある、あるあるよ。確かにな、なんかさ、ジオもそういうのある気がする。何やったっけな、ある気がする、ジオもある気がするな。何やったか忘れたけどあー確かにブラックコーヒーなブラックコーヒー飲めるとかさ言っとったよな、あの隣のバナナのセリフ。僕のなあなあジオン、え、ジオンなブラックコーヒー飲めるねんって言って何これ。佐藤氏さん、ネズミのギフトをありがとうございます。2020年のやつ、ハッシュタグキュベレイで検索。マジでそう、ジオングの仲間なんてガンダムに出てくるんや、すごっ。ジオンの国のロボットだよ。そうなんや、すごっ、初耳です。もっと勉強します。ジーナさん、おそばありがとう、ありがとう。床にひっつき虫がいっぱいあってめっちゃたくさんついた。撮りながら見てる撮りながら見てる。マジでひっつき虫もっとくっついていいよ、ムーさんに、ムーさんにもっとくっついちゃえということでありがとう。カズさん、ハートのギフトたくさんありがとう。したフォローしましたって、ありがとう、ありがとうございます。よかったら応援よろしくお願いします、お願いします。来年は何年でしょうか。2021年ですか、はい2020年です、2021年です、はい。何年でしょうかってこと聞いてるんかな、もしかして。何年じゃなくて何年の方かな牛年です、どっちか分からんけど。テレビムラのトークいつも楽しみ、マジで楽しみにしてくださいね。もっともっと大人になると味覚が変わるからな、あほんまにマジ疑問ですね。カツラさん、良いお年をのギフトありがとうございます、ありがとう。え、それな、ひっつき虫めっちゃ取るの大変やな。ジオンもな、
何っけ、段差を上がろうとしておいしょってやったらさ、いつの間にかさ細い道からちょっと上に上がろうとしたところで上がろうとして見たら、なんかチクチクするな、あれなんでやろうとか思って見たらめっちゃひっつき虫ついててびっくりした。ほんまに辛いものが食べる、辛いものマジで美味しいと思う。ジュンはこの年から辛いものが食べれます、イエイハッピーニューイヤーのギフト。牛年、ネズミ年の次は牛年ね、牛とらう、たつみ、馬、羊、猿、鳥、犬、イイイエイは自分で選んで、そう今日は自分で選びました。ほぼいつも選んでる自分で。そうですね、この赤い服がお気に入りで、今日初めて履いたこの革のショートパンツみたいなやつがめっちゃお気に入りです。お気に入りになりました、はい大人やん、辛いの切れるの、え辛いのは美味しいと思うマジで。わさびとかは別に入っててもいけるけど、なんかツーンってするのはちょっと好きではないけど、別に食べれへんことはないみたいなやつですね。そうで、あとキムチとか大好きですね。キムチ大好き、焼肉屋さんとか行った時さ、キムチ、白ご飯の上にキムチ乗せて食べるのが好きです。そう、あとなんか辛い系のラーメンとかもいけるし、なんかうどんとかにさ、たまに七味一味とかさ入れるやん、ああいうのもいけるし、あと焼き鳥とかにそういう一味七味山椒とかかけたりするやん、あれも全然いける50完了ってありがとう、50完ってありがとう。昔鼻にわさび入れる罰ゲーム、めっちゃきついやんそれ。あれめっちゃさ、食べたらツーンってないのにさ、直接さ鼻に入れるとかも何事、もうジオンは死んじゃいますね。そうなんですよ、鼻が死んじゃう鼻が死んじゃうカレーはカレー全然いけますよ、カレー大好きですね。だからなんか辛くても全然いける。白ご飯とキムチ美味しい、それな、めっちゃ多分コジリンやナギちゃんは12子言えないよマジでほんまに、やった勝った、星さん、星一徹、よし4よとしよう、ありがとうありがとう。じゃあまだ多分漢字書けるで昔はそういう罰ゲームテレビでやってたな、マジで、辛いなぁ、めっちゃ大変やん。マッチョンさん、のりさん、そばのギフトありがとう、ほんまにこれそらそばなんかなそばのギフトありがとうありがとう。充電がヤバタニエンです、ぽいマジ充電やばいから、もう7時で切れちゃうかもな、7時半までやるってやったのに。充電器なん、無場充がないねんな今。無場充昨日電車の中で使ってもたからさ、で今コンセントもさ遠いからな、充電器使えへんねんな、うん、そうですね、じゃあいつ切れてもいいようにもう一回だけキャッチフレーズ言っときますね。私が聞こえるよって言ったら、その後にジョーンって言ってください。画面の前でもコメントでもたくさん書いてくださいね。じゃあいきますよ、ほら神様の音が聞こえるよ、ジョーンジョーン、ジョーンの国にいらっしゃい。兵庫県出身、中学1年生、13歳、ジョーンこと亀のジョーンです、よろしくお願いします。あーたくさんジオンってありがとう、入国しますありがとうありがとう。
ジーナさんハートのギフトありがとう。よいしょ。感謝感激雨嵐10連機。感謝感激雨嵐10連機。あーししびれた、どうしよう。マッチョンさんハートのギフトありがとう。来年もよろしくお願いします。こちらこそお願いします。まだ充電器ゲットしたので多分まだ8時半まで来るはず。正座しとるんか。足伸ばしてる。足伸ばす。雨嵐雨あられ雨嵐。感謝感激雨嵐。ジーナさん、良いお年をのゲットありがとう。入国にはパスポートいりますか？大丈夫です。いらないですよ、パスポートなんか。あー、待って、足痛い。足しびれた。足動かされへん。しんどい、しんどい。待って。あー、足が。待って、しるしるしる。めっちゃ死ぬ。待って、ほんまに。待って、死ぬ死ぬ死ぬ。あのさ、足がさ、足びれたらさ、あの、ちょっと腰ばくなっていくのわかる？あれ、待って、あ、治ってきた、治ってきた。あ、いけた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 。あ、いけました。マッチョンさん、ちょうちんのギフトありがとうございます。ありがとう。どういうこと？ありがとう。やっとありがとう。シャイしないでください。小芝居です。痛いです。そう、ほんまに。チュッパチャップスな。前一個な、普通にあの占いしてない時にな、食べてんけどな。何食べたっけな。めっちゃ美味しかったよな。あ、そうだそうだそうだ、ソーダがめっちゃ美味しかった。ラムネでした。ラムネ、これラムネめっちゃ美味しかった。おすすめです。ウッシーさん、良いお年をのギフトありがとう。皆さん良いお年をありがとう。チュッパチャップス、チュッパチャップス、チュッパチャップスがこんなにあるから、もうチュッパチャップスは買わなくてもいけますね。待って、足しぶれた。ウッシーさん、ハートのギフトありがとう。スクランボ食べてないな、そういうの。スクランボな、どんな。プリンも食べてないわ、そう思ったら。プリンもな、どんな味なんやろ。チュッパチャップスってさ、なんか暖房がさ、直で当たるところとか置いとっていいんかな。バリバ、あの、バリ暖房に近いんちゃう。ストロベリークリーム、ストロベリークリームっていうのはめっちゃ甘そう。ミルクティーもあるぜ。チェリー前食べてなかったっけ。前当たっただけやな。チェリー食べた、あちゅん食べたっけ、覚えてないな。あれ当たったの覚えてる、引いたの覚えてないなけどな。食べたっけ。いい中めちゃ、確かになんか開けた時にさ、ネバーってついてきそうじゃない。何種類あるんかな、全部出すな。じゃあチェリー1、ミルクティー2、プリン3、コーラ4、グレープ5、ストロベリークリーム6、どこ入れたいの、ソーダ1、2、3、1、2、3、4、5、6、7と、ストロベリー7、8、8種類ですね。8種類です。記憶喪失じゃん。そんな、そんな、そんな、
そんなことないですよ。いやもう本当に。そんなに種類あるとは思わなかった。8種類ですね。ソーダ、グレープ、青、プリン、ストロベリークリーム、ストロベリー、チェリー、ミルクティー、あー落ちる落ちる、ミルクティー、コーラです。あーうるさいうるさい。はい。こんな感じでたくさんあります。8種類あるのを8種類がなんかタワーになってるからめっちゃ多い。めっちゃ多いほんまに。刺さらへん。刺さった。どこから何を取ったかが分からへん。ここストロベリーや。あとでソーダ、ラムネ食べたい。あ、コーラ食べたいな。あーどうしよう。迷いどころですよね。一本ちょうだい。一本あげる。プリンあげる。あげる。あーこのさ、これなんていうの、これつけたままさ、あーってしようとしてる。めっちゃ恐怖じゃない。あ、刺さらへん。グレープ。ああ、そうする。そう。チェリーは、お。プリン美味しそう、マジで。プリン甘そうやからな、あんまり食べてないね。包み紙、そう包み紙。この年でチュッパチャップス食べるとは思いませんでした。ってことどういうこと？食べたん？チューパチャップス。のりさん、良いお年を。ギフトありがとうございます。ありがとう。お蕎麦食べてきました。無理で。年越し蕎麦、年越し蕎麦はな、もっとな、夜のな、あの年越す寸前瞬間くらいくらいに食べるのかな。いいね。ニッシーさん、お蕎麦のキュートありがとう。ありがとうございます。ごめんね、家族に呼ばれたの。はねるね、めちゃめちゃ可愛い。楽しかった。ありがとう。ありがとう。こちらこそありがとうございました。良いお年を。また来てくださいね。ジャンプしながら、あ、ジャンプし、あ、ジャンプしながら、せーの。しんど。晩ご飯がそばか。ああね、晩ご飯そば。じゃあ、ま、晩ご飯はチーズフォンデュを食べてきます。皆さんは紅白派ですか、それともガキんか派ですか。どっち？ジオンはガキ派です。ガキ、ガキ、ふん、ガキふんか派です。今年はオンラインライブ。何が、何が、何がオンラインライブなん。笑ってはいけない派、同じく笑ってはいけない派、ガキ派、同じ。紅白見てる、マジね。もう始まってる、マジで見たい。撮ってるかな、撮ってますか、お兄ちゃんさん。見てるかな、お兄ちゃんさん。撮ってますか、録画してますか。年越しは ANN 派です、マジで。また紅白出たいです、めっちゃ。いつか夢ですね。ウッシーさん、おそばのギフトありがとう。ありがとう。ジオン派、マジでジオン派。イエイ。うわ、降りてきた。撮ってないってやつやな、これは。待って、それはしんどいね。え、待って、撮ってないはしんどいね。え、待って待って、撮ってない、それはしんどい。マジで無理、マジで撮っといて、マジで見ないとあかんから。撮ってる？撮ってる？
やったー撮ってるらしい、やったー、よかった。撮ってなかったらもうおこですね、マジ。年明けなんていう、年明け前の楽しみなの。大晦日の楽しみやん。テレビ字はカタカナでもいいでしょうか。全然大丈夫です、大丈夫ですよ。ミッチーさん、おそばのギフトありがとう。言ったっけこれ、言ってないな、ありがとう。ニッシーさん、かわいいのギフトありがとう、ありがとう。はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとう。どんぶらこもっちゃん推しかな、もっちゃん推し。はじめまして、よかったらジオン国民にもなってくださいね。ジオン推しにもなってくれても大丈夫ですよ。え怖くなった先輩もあと9人しかいないの、マジで。ほんまに金曜日公演行って気になりました、マジで。ありがとうございます、ありがとうございます。もちろんなんていうん、応援してくださいありがとう、見てくれた。ミッチーさん、何これ、何のやつやろ。ギフトありがとうございますたくさんありがとう。ジオン国民でした、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ジオンもお肉大好きですお肉、ジオンちゃんしかかたん、えい金曜日の公演の時オレンジの服着てました。でどの辺に座ってましたか。オレンジの服な、えどの辺に座ってましたか直接、早く直接会いたいな、もう本当に皆さんね。うん、コロナなんて、なんでコロナが流行ったんですか。ハマちゃんさ、めっちゃ可愛いのギフトありがとうございます、ありがとう、ありがとう、たくさんありがとう。2列目の真ん中付近、今ちなみですな、2列目しか1、2、うん、マジで中学生には見えない、ほんまに嬉しい。え、待ってな、あのないと思うけど聞いてきます。小学生には見えないですよね。え？いい。待ってこれなんて読む？お供族みたいな。でもジオンモール入って全然大丈夫です。大丈夫です。ジオンモールに来てください。見えないよ。おちょっと焦ってる、もしかして。もしかして見えてるってことかな？え？小学生わら、いやいやいや、 W わらじゃないですよ。いや待って、見えてんでね、ます、あかん、それはあかんです。見えてんでてませんが普通やから、てんてんてんはあんまあかん低学年には見えない。おう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 、低学年に見えるの、もしかして。ああよかったよ、名前覚えて、覚えます、ありがとう。ほだかほうくんさん、ありがとう、ありがとうございます。ゆななんじゃないから大丈夫。あっとピオラー、あれれれれ、ピオラーって、あれれれ、ゆななんかな。はまちゃんさん、くまのギフトありがとう、くまのギフトありがとう、ありがとう、ありがとう。ランドセルの幻が見えます。ランドセル、じゃあそこにあるで、まだちょっとあの背負ってる、もしかして。じゃあ幻、それはた確かに幻ですね、うん。はまちゃんさん、あの何これ、マジで何のやるやろ。ありがとう、ゲット、ありがとうございます。なんかネズミ色のさ、カップみたいなやつの赤色の真ん中でピカーって光ってるやつ、ありがとう。
そんなわけないやん、ブルブル、おおお震えてる、もしかして、そう、あ、焦ってるザンちゃん、ありがとう、サトウシとっといのギュート、ありがとう、ありがとう、そしてハマちゃん、パカーンのやつ、クズ生みたいなやつのやつ、ありがとう、サトウシかわいいのギュート、ありがとう、ランドセル配信希望、もう1時間3約それ30分から1時間ランドセル背負って、あーこんにちはって、しんどいいやん、またしますね、公園中大人っぽいよ、ほんまにありがとう、もっとね、なんか大人っぽくも見せれるようにも、そしてこの年齢を生かして頑張りますね、もっと全力で頑張ります、今も全力やけど頑張ります、もっと。ハマちゃんめっちゃ可愛いのギフトありがとう、ステレオキンさん、ヨヨンとシオのギフトありがとう、間に合ったってありがとう、全然あと30分もないけど、それぐらいもあるので、さ19時半までよかったら見ててください、今年最後にランドセル配信します、おおお今最後だけど、おランドセル配信、おヨヨンとシオありがとう、ありがとうございます、そんなことないよ、わらあれわらがついてるのはなぜかな、アンケート機能覚えて、一番国民の国税調査してる、国税調査って何、ごめんとるか悩みちマジね、のばめではブログでは載せてないことだったりとか、書いてないことだったりとか、載せてない写真とか裏話だったりとかしちゃってるので、よかったらチェックするで、ありがとう、ありがとうございます、美咲ちゃんと同い年、同い年です、そう中学1年生ね、美咲はもうちょっとで13歳になるということで、はいこんにちは、あだ名で覚えてほしいの、了解です、ありがとう、了解です、ほうくんありがとう、国税あれちょっとバカがバレちゃった、もしかして国税って思いや、ありがとう、国税調査って何、会いたいな、わら会いたいね、皆さん、国税調査って何、ちゃんちゃんのもまみは毎日の楽しみ&癒しでした、ありがとう、ありがとう、ごめん来るの忘れた、あ来るの忘れてた、遅れたか、よかった、ありがとう、全然遅れても大丈夫です、ありがとう、よかったら19時30分までよかったら来てください、1月9日起きれるかな、ジオのために頑張って起きてくださいよいないとくならないのねレオキン、ヨヨとシオとそばのギフトありがとう、そしてタッツン、かわいいのギフトありがとう、かわいいのギフトありがとう、ジオン国民が何してるか調べるってこと、あ、そうなんや、アンケートなんちゃらって何それ、公演お話し会の流れしたいね、公演お話し会の流れしたい、したいの、頑張ります、ニッシーさん、くまちゃんのギフトありがとう、ありがとう、中3で習うよ国勢調査、マジでやんないやん、じゃあ中3まで何かなって思いながら過ごしていきます日本国民の入り口調査、人口調査、マジでやん、うん、そうか、来年は中2だ、そうですよ、中2です、えい、中2なんで頑張ります、クラス替え楽しみやけどさ、クラス替えしたくないっていう気持ちもあるんですよね、うん、ほんま可愛らしい、ありがとうございます、ありがとう、中2になれますように、中2になれないですか、ジオもしかして、いや、
中になれますように。頑張ってなります。頑張ってね、頑張ってなります。頑張って、はい。で、甘い書いたやつちゃんとさ、強くない。和田美優さんはかもしれない。こうやって全部書いてる。わー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 。最後の方にかけてさ、だんだんインクが、インクが名前の順にしようと。トゥ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 、もっちゃん、こはさん、ふうわちゃん、あいかちゃん、わかなちゃん、はひ、はやかわちゃん、ひらやまちゃん、まなべちゃん、ゆひなちゃん、わだちゃん。オッケー、できた。年賀状明日渡す、明日渡す、明日やん。皆さん明日1月1日ということで、明日は新春公演ですよ。イエーイ、新春公演。皆さんよかったら、あのオンライン生配信なので、よかったら見てくださいね。画面越しで皆さん楽しみましょう。のりさん、おそばのゲートありがとう。忘れんようにせんとね、ほんまですよ。ほんまに忘れそう。こんなにせっかく書いたのにさ、忘れちゃうかもしれない。ちなみにさ、なんか何枚かずつ柄が違うのね。新春公演配信で見るね、ありがとう。 DMM 最前列も、皆さん最前列ということで、皆さん見てくださいね。画面越しからリンクしてね。ウインク頑張りますね。ウインク全然できひんから、もうウインクできるように頑張ります。明日までに練習、もう練習してきます。明日まで練習してできるかな、明日に。頑張ります。よかったら見てくださいね。字綺麗、ありがとう。配信見るねって、ありがとう。16時から見るよ。16時からやっけ、あれ15時からじゃない、あれ15時からだけど、16時から見るってことかな、分からんけど。ありがとう、見てくれるの。じゃあ半目で、じゃあ半目きつ。今日も可愛いなって、ありがとう。新春公演って DMM でやってる、多分、え、そうかな、やってるかな、やってる気がするけど、やってないんかな、どうやろ。やってると思います。ジオンちゃん誰と仲いいん。ジオンはよく、あのみんな仲いいんですけど、よくいるのはゆなちゃん、早川ゆなちゃんと和田美優ちゃんと浅尾桃香ちゃんです。もっちゃん、みゆみゆ、ゆななんです。はい、ジオンちゃんのウィンク間違いなく釣られます。あれマイティーム、あれれれれ。なんかさ、いつになってもさ、昔のことを言ってくるやつ、マイティーム、あれれれれ。あれ間違った、16時からです。うん、もっちゃん、もっちゃんも仲いいんですよ。 DMM でやってるよ、そうだそうです。なので皆さん、DMM で、よかったら見てください。ゆななん、じゅんちゃんと同級生に見える、あれれれれ。ゆななは同級生だもんな。冗談です。同じこと言ってて、くさ、めっちゃ似たようなこと言ってる。そう、同級生かも、あれれれれ。そうなんですよ。そう、高3と中1ということで全然離れてるんですけど、はい。しゅんちょさん、ゆゆとしおのギフトありがとうございます。ゆゆとしお、ありがとう、ありがとうございます。皆さんよかったらルームフォローもお願いします。お願いします。そしてジオンの応援もよろしくお願いします。はい、ジオンちゃん、私のこと覚えてる、初めてのオンラインサイン会で一心で愛心って書いてくれた。
書いた覚えあるいしんらしんってありがとうございます。ちゃんとありますか、ジオのサイン。あ、捨てたとか言わないでくださいね。よかったよかったら保管しててくださいね。あありがとう、お久しぶりです。ルームフォローしたって、ありがとう。フォローした、ありがとう。ピンク色のハートになってるよ、ありがとう。ピンク色のハートになるまで押してくださいね。白、ピンク色のハートを押したら白色になっちゃうんで、白色になったらダメですよ。ピンク色にしてくださいね。明日配信できそう。明日か、明日なんかな、けど公園とかあるし、あのお家遠いからな、帰ってきたらちょっと緩いになりそうね。ジオしかも中学生で20時までしかできないんで、多分できないと思います。なんで多分2か3のどっちかワンチャンできるかもしれないんで、よかったら2か3来てください。まだわからないんですけど、はい。しゅんちさん、タコのギフトありがとう。ありがとう。ウッシーさん、かわいいのギフトありがとう。ありがとう。明日の配信15時からになってるよ。だよね、15時からなので、来てください、見てください。明日いちご食べる。今日いちご食べ、今日じゃないわ、昨日いちご食べましたよ。めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった、ありうまかったぞ。製品のさ、良いお年をのギフトありがとう。あきおめ言いに行くねと、ありがとう。あきおめ、あの言いに来てください。皆さんあれじゃない、ここジオンモールじゃないですかジオンモールね、なんか大体さ、お正月とかさ閉まってるお店とか多いやん。けどさ、2、3でさ、お正月で開くってのはさ珍しいじゃん。なんであのジオンモールはお正月でも開くかもしれないので、開くかもっていう、なんかその曖昧さ、ああ開くかもしれないので、よかったら見に来てくださいね。皆さん、あきおめジオンも言うし、よかったら言ってください。あきおめ言いに来てください。しゅんとさん、バラの花束ありがとう。そしてサトウシ音符のヒュートありがとうありがとう。ジオンモール福袋ありますか。ジオンモールには福袋はお取り扱いしてないんですけど、あれしてないんですけど、 NNB48 ショップに、あのなんて言うんやろ、あの TYPEB っていうので、 B の方にあの A はなんかのやつで、 B があの個人のやつがあるので、ジオンのやつもね、福袋があるそうなので、よかったらジオンの福袋をゲットしてください。ゲットだぜ、ゲットしてください。タイプ B っていうんや、そう、タイプ B がタイプ B であるそうなので、よかったら福袋ゲットしてみてくださいね。宣伝うまい、マジでよかったです。もう宣伝うまくならないとなうん、よかったな。福袋タイプ B の亀のジオンをゲットしてください。みゆちゃんゲット、みんな誰に決めた、みゆ、みゆは君に決めた、君のハートをゲットだぜありがとうございます。兵庫県出身23歳、みゆことわらみゆジオンのなんかその覚えるのが好き、あのキャッチフレーズをめっちゃなんかだからほぼ覚えてる。もっちゃん、東の宮から天馬娘がどんぶらこどんぶらこ、あっちもこっちももちもちもっちゃんそうとか、またみんなから小春日和にキラキラ笑顔のコハタン、コハタンしかかたんふわちゃん、ね、砂はサラサラ、推しはキラキラ、チャーフーリンはふわふわ、みやとジオン兵庫県コンビやね。そうなんですよ、みやちゃんとジオンとアンジュちゃんが兵庫県出身同士で、そう、なんか最初の方 MC で兵庫県出身生まれの人が3人一緒だったということで、そう
楽しかったです今も楽しいけどね、みたいな。タコのギフトありがとう。そしてカズさん、ユアとシオのギフトありがとう。ジオンモールに愛がいっぱいあるんやな。そうですよ、ジオンモールにはジオンの愛と元気と笑顔があるので、笑顔だけしか、え、愛と元気と笑顔しか取り扱っていませんまだ出来たてほやほやなのね、ジオンモールはずっとそれ言ってる気がする。ふわちゃんやふわちゃんがおる、びっくりした。待って、びっくりする。ジオンちゃんなんて言ったのかな。え、めっちゃちょうどよくない、やば。ふわちゃんこんにちは。あれ何言ったっけな、あれれれれ。え、だってタイミングよ。ふなはさらさら、星はキラキラ、じゃあふわりんはふわふわ。休みしちゃいけんのね。ふわふわちゃん、ふわちゃん、ふわちゃんな、最近なジオンちゃんって言ってるねん。ジオンちゃん、はい、ふわちゃん、ふわり、ふわ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 。ウェッシーさん、ゆうゆとしおのギフトありがとう。かわいいジオンちゃん、ああふわちゃん、ふわちゃんと一緒にあやんさんの冠ライブ、この時を丸を見に行ってきました。足が、待って、足しびれすぎて、なんかもう足の感覚ない。笑ってはいけないやってる。あ、ふわりんもかわいいよ。それな、ふわりんもかわいいよ。のぶさん、くものギフト、くまちゃんありがとう。くものギフトありがとう。そしてしゅんちゅさん、みゅんとしおのギフトありがとう。ありがとう。のりさん、お花のギフトありがとう。のぶさん、またまた、くまちゃんありがとう。ありがとう。じゅんちゃんの部屋、じゅんちゃんの部屋、ここですか。ここはあのリビングですね。リビングのなんかジオンのスペースみたいなところ、カーペットとかでなんか振り分けられてるみたいな、カーペットのところが、ここはジオンのなんか部屋ではないけど、ジオンのものがめっちゃ置いてある。ここに、ここら辺には服があって、この辺は棚とかでなんかジオンのうちわもある、ちゃんと。そう、それね、クマちゃんになんかユニバの、ユニバのあのカチューシャとかがかかってる。そうで、ここにはチュッパチャプスがあって、ここにはあれがあります。のぶさん、水色のだるまありがとう。ヒュンチュさん、バラの花束ありがとう。色分け、色分けっていうかな、カーペットでな、いやカーペット分けでもないけど、なんかこのカーペットの部分はジオンのところみたいな。で、あとはなんかカーペットじゃなくて普通のフローリングとかなんやけど、そう、そこでなんか、そう、普通にお家です。リビングです。ここはジオンの部屋はね、2階になります。カズさん、おそばのギフトありがとう。ジオンのペンライト、あの、ペンライト自分どこ行ったっけ、多分あっちの机にあるかもしれない。そう、いつもここにあるのにな、どっか行っちゃった。え、すごい、今牛出た、ここにことやろうっていうのが。シュンチュさん、タカのギフトありがとう。コックピットかな、絶対知らない。かっこ予想通り。マジでほんまに知らん。ハートのギフトもありがとう。ジオンちゃんでいつ、そう、ジオンほぼここでやってる配信。最近はなんか電気動かす、なんか電気動かすのがとても大変なんで、なってきた、大変に。いつもは2階のところとか玄関のところとかでやってたりとかして、
のぶさんや、のぶさん牛のギフトありがとうございます。ことよろめっちゃ可愛かったあれ。しゅんちさん、お花わらの花束ありがとう。今日は何時まで配信ですか？19時半までなので、もう25分なるということで、もう終わり、もうすぐ終わります。2020年ラスト配信、今日は来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。フォローしたよってありがとう。ルームフォローありがとうございます。よかったら皆さんもルームフォローお願いします。パチってピンク色にしてください。ハートも時間経つの早い、ほんまにな。1時間半経ったとは思えない。しゅんちょさん、バラの花束ありがとう。佐藤氏、良いお年をのギフトありがとう。そして生手さん、良いお年の良いお年をのギフトありがとう。そしてヤフーミッチ、ヤフーミッチチャンネル、あとにゃんちゅうさん、良いお年をのギフトありがとう。ではランキングを読んでいきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。2020年ラストのラスト配信でラストのランキング読みとなります。いきます。13位、のぶさんありがとうございます。ありがとう。12位、のりさんありがとうございます。あ、のぶさんとのりさん、あけましておめでとう。あ、なんだっけ、あけまあいいや、今年はありがとうございました。来年もお願いします。11位、ジーナさんありがとうございます。ありがとうございました。来年もお願いします。10、お、変わってもた変わってもた。じゃあもう一回いきますね。13位、まっちゃんありがとう。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。12位、オレオさんありがとうございます。来年もお願いします。11位、レオッキーありがとうございます。来年もお願いします。10位、スエヒロさんありがとうございます。いつもありがとうございます。来年もお願いします。9位、かぼちゃのかずさんありがとうございます。明日じゃないわ、来年もお願いします。そして、チャーパー8位、カホラーさんもありがとうございました。来年もよろしくお願いします。7位、ウッシーさんありがとうございます。また来年もお願いします。6位、ノブさんありがとうございました。来年もお願いします。5位、お星様ありがとう。いつもありがとうございます。来年もよろしくお願いします。4位、しゅんちょさんありがとうございます。今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。3位、ニッシーさんありがとうございます。今年はありがとうございました。来年もよろしくお願いします。2位、サトウシーありがとうございました。来年もよろしくお願いします。1位、2020年ラスト配信の第1位は、ルル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 ルじゃん、ハマちゃんありがとうございます。ありがとうございました。今年もありがとうございます。来年もよかったら見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんコメント全然読んでなくて、めっちゃ上まで行っちゃったけど、ありがとうございます。パチパチパチとか、皆さんありがとうとかも、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。では2020年ラスト配信もありがとうございました。イエイ、私は明日は新宿公演があるということで、1月1日15時から DMM の方で配信、生配信をやってるので、よかったら見に来てください。そして、ありがとう。NMB48 と福袋2021受付期間1月11過去月祝23時59までということで、 FFF さんありがとうございます。だそうなので、よかったらジオンの福袋もゲットしてください。タイプ B の方で紙のジオンがあります。皆さん一緒に
19、8、7、6、5、4、3、2、1せーのジャンプ忘れずにしてください。今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう。では皆さん、ジオン国民になってくださいね。来年もジオン国民の皆さん、そして皆さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。今年はありがとうございました。良いお年を。バイバーイ。